新幹線400系電車は、かつて、東日本旅客鉄道に在籍していた、新幹線直行特急用新幹線電車である。新幹線と新幹線と同じ標準機に改めきした在来線の応羽本線を直通運転する山形新幹線、翼用として開発、製造され、1992年7月1日から2010年まで、 営業運転を行った。車両は造血車の429型を除いて、第3セクターの山形 JR 直行特急保有株式会社が所有し、JR 東日本が借り受けて運行を行った。編成記号は L。当初は全車電動車の6両編成で、翼の利用者が増加したため、1995年より、 中間車両を1両増結して7両編成となった。分類上は、新幹線車両ではあるが、在来線区間も走行するため、車体長2万ミリメートル、車体幅2945ミ、mm、リメートルと、在来線の車両限界の規格に合わせている。車体は普通構成である。本系列や E3 系では、新幹線の各駅で、 新幹線専用プラットフォームとの間に大きな隙間ができるため、ドアの部分には延長ステップが装備され、新幹線の各駅での停車中に限り、自動的にステップが引き出され、ホームとの隙間を埋めている。東京寄りの先頭車には分割、併合装置が収められ、他の新幹線と連結することが可能。2001年9月20日までは200系とも連結運転をしていたが、 その後の営業運転では E4K のみと連結運転していた。客室窓は普通車が座席2列に1枚の大窓をグリーン車が座席1列に1枚の小窓を採用している。塗装4 0 0 k 級塗装6両編成落成時は窓部分に濃いグレーの帯と倉庫に緑線が入っていた。車体側面に重複されていたロゴマークには形式称号の 400が表記されていた。300系までの新幹線の塗装といえば、白を基調に、東海道、山陽新幹線は青の帯、東北、上越新幹線は緑の帯が車体側面に入るのが一般的だったため、グレーが基調のカラーは当時斬新なデザインとされた。百九十九年十二月四日の新城延伸を機に増備された e 系番台と、 同一の塗装に順次変更され、ロゴや内装もリニューアルされた。電源、制御機器電源は、交流 50Hz25000V と、交流 50Hz2000V の両方に対応している。MM ユニットを採用し、M 車には、主制御機と抵抗機が、M 車には、主変圧器、制御装置、補助電源装置、空気圧縮機、終電装置が搭載される。 立候方式は、河川からの交流 25K 分用周辺圧器の二次巻き線を、等4分割とし、それに耐圧 4000V のサイリスタと呼ばれる、半導体素子とダイオードを取り付けたブリッジを取り付けて、4分割構成としたサイリスタダイオード混合ブリッジとし、それにより整流、制御された直流電源で、主電動機を駆動するサイリスタイソ制御であり、 200系とほぼ同一の制御方式である。主制流装置は RS204 である。制動方式は発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用しているが、発電ブレーキは200系と同じく抵抗器を使用したバーニアチョパ制御で行われる。また、大宇本線板谷峠の急行バイク間を走行することからそもそも速ブレーキも装備する。 400系の製造以降、新幹線の制御装置は、VVVF インバータ制御が主流となったため、直流モーターを搭載した新幹線車両は、400系が最後である。主変圧機は、強制風冷式を採用し、1900区場の容量を備える。また、変圧機の三島巻線には、架線電圧が切り替わった際、切り替え用タップを作動させて三島巻線の、 電圧変動を抑える3時、電源タップ切り替え方式が装備されている。運転法案装置は、新幹線区間の自動列車制御装置と、在来線区間の自動列車停止装置が装備、されている。営業最高速度は、新幹線区間が時速2 4 0トル在来線区間は時速1 3 0トルである。速度計は当初はアナログ式で補助として、 右下にセブンセグメントディスプレイで表示されていたが、その後東北新幹線への DS、ATC 導入に合わせて2005年度に E3 系と同様のグラスコックピット式の速度計に置き換えられた。台車及び走行性能 JR 東日本の新幹線車両としては初めてボルスタレス台車を採用しており、その後の JR 東日本の新幹線車両に採用されている。 鉄道総合技術研究所で行われていたミニ新幹線用の台車研究をベースに DT-9028、DT-9029、DT-9030 の3種類が試作された。それぞれ軸箱指示方式がコイルバネ円水ゴム併用式、円水ゴム式、硬いタ2枚指示板ゴム併用式である。 走行試験の結果や保守性などの観点から d t 九千三十をベースにした d t 二百四、d t 二百四 a が製作された。軸箱指示方式は二百系のイズ式から片板二枚指示番号も併用式に変更された。これは、イズ式では軸箱前後に配置されていた指示板により軸箱を指示していたのを台車中央側からの二枚の指示板により軸箱を指示することで 軸箱指示のコンパクト化を図ったもので、軸箱上部と台車枠の間には軸断波を装備している。引っ張り力、加減速特性などは200系とほぼ同一だが、新幹線区間の高速直進安定性と在来線区間の急曲線の双方に対応できるよう、車輪の踏みずら形状が従来の新幹線の車輪の踏みずら形状と比べて踏みずらから、 車輪の内側にあるフランジにかけてのカーブの変化に相違があり、フランジの厚さも薄くなっている。また、前後に配置されている車輪の車軸の距離である軸距が 2500mm から 2250mm に短縮されているほか、波数比は200系の2.17から2.70に大きくし、新幹線区間の時速 240km 走行には、 モーターの許容回転数を高く設定することで対応している。なお e 4系との並結運転時では e 4系側が引っ張り力、加減速特性などを4 0 0系と同じ性能に調整していた。終電装置4 0 0系のパンタグラフパンタグラフは下枠交差式の PS204 型を採用。新幹線区間と在来線区間での下線の違いに対応している。 パンタグラフカバーは在来線の車体限界の関係上搭載されていない。12号車と14号車に搭載されているが、新幹線区間では2台、在来線区間では1台のみ使用となっている。グリーン車車内普通車指定席車内グリーン車、普通車ともに車端の1カ所に客用扉、デッキを設けた。便所は当初は2両に1カ所に設置されていたが、 429系挿入に伴う7両編成介護は11.1315.16号車に設置されている。11.1316号車は洋式大便器1箇所と小便所1箇所、洗面所1箇所、15号車は洋式大便器1箇所と洗面所1箇所という構成である。内装、座席車体幅が狭いため、 座席配列は普通車は横2列プラス2列の4列、クリーン車は横2列プラス1列の3列となっている。クリーン車の横3列配置は400系のみである。クリーン車の座席番号は ABD で D 席が1人掛けの席であり、C 席はない。これは後に登場した E3 系1000番台では、クリーン車の座席配列を横にプラス2列としたため、それに合わせたものである。 e 3系登場以前の一列席の番号は C だった。普通車では指定席車両と自由席車両では座席の前後間隔が異なり、前車は JR 東日本の新幹線普通車の標準シートピッチである 980mm、後車は着席定員確保の観点から4 8 5系、などと同じ 910mm とされた。当初はグリーン車が 紫系、普通車指定席が、茶系、自由席が、青系のモケットを採用していた。1999年に E3 系を山形新幹線に投入した際に、前述の車体図色の変更とともに、座席のモケットのリニューアルも実施された。本系列に属する各形式名とその車種は、以下の通り、奇数形式と偶数形式でペアを組んで、 mm ユニットを構成する。mm ユニット3組と付随者1両で編成を構成する。2007年3月18日から全面禁煙となっている。S4 編成時代 L1 編成試作車は通常の営業運転を行うことを前提として開発されていたが、運転台側面部の大円窓や新幹線区間用のステップの構造、床下機器のカバー、 車体側面の行き先表示器など細部がその後の量産車とは異なる仕様となっていた。落成時の形式及び車両番号は暫定的なもので量産化改造時に営業用車両の形式、車両番号に解消された。試作車と量産車との再 L1 編成の行き先表示部分車両が在来線の車両限界で設計されているためフル規格の新幹線車両と異なり、 車両の断面積が小さい。そのため空気抵抗が少なく、これを利用して運用開始前の1991年に上越新幹線で高速度試験を実施している。3月16日には時速3 3 6トルを9月29日には時速3 4 5トルを記録している。1992年7月1日の山形新幹線開業と同時に 翼で営業運転を開始した。東北新幹線区間では200系と連結する列車が大半であったが、下り初発、上り最終列車や臨時列車では他車両と連結されず、単独で走行する場合もあった。1999年4月29日からは E4 系と連結される列車が設定された。さらに、同年12月4日には、 山形新幹線延伸開業がなされ、運用区間も新庄まで伸びた。2001年9月21日以降は、200系と連結する運用が消滅した。なお、翼だけでなく、前運用で、東京駅那須塩原駅間運転の那須野にも使用されていた。また同じく、山形新幹線区間を走行する E3K1000 番台とは、 共通運用が組まれていた。2008年12月から e 3系2 0 0 0番台による置き換えが開始され、2010年4月18日のさよなら 400K 翼18号をもって4 0 0は営業運転を終了した。2007年7月3日付の JR 東日本のプレスリリースで e 3系をベースとした新型車両を導入することが明らかになった。 様々な改良を経ながら使用されていた400系だったが、この頃には運用開始から15年以上経過して、経年劣化が見受けられるようになったほか、運転台の機器配置や制御装置が後発の新幹線車両と根本的に異なっており、部品の調達が困難になっていた。その後、2008年10月には新型車両の形式称号が、 e 3系2 0 0 0番台であると発表され、12月から順次置き換えられることになった。これにより4 0 0系は L3 編成を除きすべて廃車された。試作編成でもある L1 編成は2008年12月16日に定期運用から離脱し、小山新幹線車両センターに疎開していたが、2009年1月9日に小山新幹線車両センターから、 新幹線総合車両センターへ廃車改装された。廃車となった車両は、廃車手続きと同時に所有者の山形 JR 直行特急保有株式会社に返却している。これが400系の中で最初の廃車編成となった。2009年9月18日以降、在籍、営業運転に充当されている編成は L3 編成のみとなった。 L3 編成の両戦闘車両には2009年12月6日以降、2010年2月末まで山形新幹線新城延伸10周年を記念したロゴ、おかげさまで新城延伸テンスが貼り付けられていた。2010年4月の E3 系 L72 編成投入により400系は営業運転から撤退することが発表された。 営業運転終了を記念して、4月3日に、ありがとう 400K 翼18号が、4月18日に、さよなら 400K 翼18号が運転され、これをもって4 0 0系は、正式に引退した。同月30日付で、L3 編成が廃車となり、本系列は消滅した。2010年4月17日の朝日新聞サイトで、JR 東日本が、 鉄道遺産として411系1両の保存を決定したとの報道があった。その後、2014年11月5日、JR 東日本は鉄道博物館のリニューアル、新館増築を発表し、これまで福島駅構内の福島総合運輸区に保管されていた400系の先頭車411から3が鉄道博物館の新館に展示されることになった。 400系引退記念列車400系の営業運用からの撤退を記念し、新城駅東京駅間で臨時列車が2本運転された。全席指定席で200系や E4 系との連結は行われず、全区間400系単独走行である。翼18号は開業から18年で引退するという意味を込めた列車名である。運転時には記念乗車証明書が配布された。 4月18日運転の翼18号、さよなら400系運転時には、新城駅と山形駅で出発式が開催された。1日駅長による出発合図や創作大国的花笠踊りなどが行われた。鉄道博物館に保存展示された411から3、ありがとうございます。